こんにちは、ダイエットチャンネルのまみです、今回はじゃじゃーん、はい、こちらね、ファンケルブラウンライスミールズという、東京の、銀座や日比谷、それから有楽町にある、玄米をメインとしたね、グルテンフリーの、イタリアンの、レストランで、売られているクッキーです。私のね妹が、このクッキーをちょっとお姉ちゃんのダイエットチャンネルでいいんじゃないのっていう風で、買ってきてくれました。なのでねちょっと一度食べてみたいと思いますが、まずは原材料からチェックですよね。でねまたねめっちゃちっちゃいんだ、字が見えない。アラフィフごめんなさい、ちょっとメガネをかけさせていただきます。字が見えない、小さすぎる。はい、原材料ですね、まずはどこだ、メガネをかけても探すのが大変だ。ですね、まあもちろん、玄米粉が、玄米がメインのねレストランということなので玄米粉ですね、それからバター、それから天才粉、卵白、アーモンド、プードルが、使われています。それからね成分表を見てみますと、まあ1袋これ、10枚あたり、10枚何枚入ってんだろうこれ、10枚だ、内容量10枚だから、まあ1袋か、1袋、エネルギーが 182.6 キロカロリー、その中でタンパク質がね 2.3 グラム、そして、脂質が 9.1、炭水化物が、23で、食塩相当量が、0.02 です。はい、じゃあねちょっとまあねこうダイエットをしている人にしてみたら、まあ、グルテンフリーっていうのはすごくこうありがたいんですよね。なぜかというと小麦粉の中に、糖分がいっぱい、入っているので、できればね小麦粉を食べたくない、というのがやっぱり、まあ私の考えですね。あまりなのでね、こういうグルテンフリーの、ものっていうのはすごくありがたい、小腹が空いた時のおやつになります。でも味ですよね。やっぱ味が美味しくないと。さあ、食べてみましょう。楽しみ。なんか、こう、高級感がない？うちの妹が買ってくるのってなんかちょっと高級感がある。はい、大きさは、こんな感じですね。目の大きさぐらい。昔ねなんかちょっと前にも、糖質オフかな、なんか少ないクッキーのね動画を、出したんですが、それと同じぐらい、大体まあやっぱりこれぐらいの大きさは目の大きさぐらいですね。ああ、クッキーの匂いがします。それでは。めっちゃ美味しい。あ、でもね、玄米っていうのはわかる。こうなんとなく後味で玄米で作られてるなっていうのはなんとなくわかる。でもね甘い、すごい大丈夫かこの甘さっていうぐらい、こう甘みがないとかは全然ない、甘い普通のクッキー、そして最後に少しその玄米かなっていう感じの風味というかがあるかな。うん、甘くて美味しい。普段こんなに甘いもの食べてないのでめっちゃ美味しく感じる。
できるだけねこう糖質をね抑える、努力をしている、食生活をしている毎日なので、なんか嬉しいですねこれたまになんかめっちゃご褒美もらったみたいな感じ。あきちゃんありがとう。私の妹です。妹ありがとうな感じですね。なんかすごいおすすめ。なんか東京に住んでる人ちょっとぜひぜひぜひ行ってみてください。私は遠いので行けないんですが、とっても、美味しいです。まあね、こんな感じでね、ダイエットをしていても、まあ、たまーにね、毎日だとちょっと良くないけど、たまーにね、こう、グルテンフリーのね、できるだけね、やっぱりこう、糖分が少ないというか、そういうもののね、のおやつを選んでね、食べるっていうのもね、まあ、ストレス、ね、解消の一つには、なると思います。やっぱりねいつもいつも我慢我慢っていうとね、だんだんストレスも溜まってきちゃうのでね、こう適度にねちょっとこう緩い時も作り、でもやる時にはピシッとやるみたいなね、そんな感じでね、ダイエットもねして、ダイエットほんと続けないと意味がないからね。そのガッサージだけ頑張るぞーってこう頑張っても、もうお腹空いて無理無理無理ってなってはダイエット絶対ね成功しないので、やっぱり続けることに意味があるので、続けられるようにね自分の性格に合わせてね、たまにこうこんな感じでちょっとご褒美あってもいいんじゃないかなって。全部食べちゃダメですよ、私も今日2個だけだからはい、こんな感じでね、ちょっと今日は、ファンケル、ブラウンライスミールズのクッキーを紹介しました。今回の動画良かったなと思った方、グッドマークよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、次回の動画までバイバーイ。